ジョセフ・ピック・フォードの子供たち。ジョセフ・ピック・フォードはイングランドの建築家である。ジョージ3世の時代に地方で活動した著名な建築家の一人であった。ピック・フォードは1734年にウォリックシャーで生まれたが、父の死後、幼少のうちにロンドンへ移り住んだ。石膏かつ彫刻家で、ハイドパークに事務所を構えるおじのジョセフ・ピック・フォードの下で、 最初の修行を積んだ。ピックフォードは約10年間おじと共に働き、まず石膏として、ついで建築家として修行した。ピックフォードは一時、ロンドンとダービーの両方に事務所を構えた。彼は1760年頃ダービーに移り住み、フォアマークホールを建てた、ボリックの建築家、デイビッド・ハイオンの代理人となった。そして、ウェンマンコークの筆頭代理人だったトーマス・ウィルキンスの、 娘メアリーと結婚した。コークが住むダービーシャーのロングフォードホールは1762年ごろ、ピックフォードによって改修されている。フライヤーゲート41番地に彼が自分自身のために設計した家は、現在ピックフォードハウス博物館となり、グレードアイのリステッドビルディングとなっている。2006年4月以降、建物は予約したグループのみが見学できるようになった。 ピックフォードはイングランドのミッドランド各州で広く仕事を手がけたが町や田園の家をパラディオ式建築で設計することが多かった。彼の友人や顧客にはルナーソサイティの会員が多くいた。具体的には陶器職人のジョサイア・ウェッジウッド、画家のジョセフライト、発明家のマシュー・ボールトン、ジョン・ホワイトハーストが挙げられる。ありがとうございます。